うん。頼む。うん。うん。頼む。あの。うん。いや。賊が城に入り込んでいる。急ぎ噂の英雄を救出するぞ。山賊さんがお怒りです。お城を取っちゃったのはまずかったかな。任せよ。無事だったか。共に賊を撃ち払おう。助けてくださるんですか。すみません、私ごときにすみません。あ、私イーン・ナオトラと言います。よろしくお願いします。でも助けてもらってからには何かお礼をしないと。ならば共に戦ってもらおう。実は私は。わかりました。ではまず北の敵を倒してきますね。いいけかくん、戦場に迷いは無用。真っ向敵に当たるべし。ありゃあら、悪くないわね。してるぜ。はい、これはおじいちゃんからもらった鎧で、イー家の当主は代々これを着て戦うんです。これほど露出の高い鎧をわざわざ。どんな格好でも戦えるという自信の表れか。見事、よく鍛錬しているようだな。まんまと引っかかったぞ。今だ、門を閉めろ。無限天神竜破陣門。様ごときひねり潰してくれ。挑発、罠か。みんな、あの敵は避け。今度こそ、見てかくん。敵と出会わば、脇目を振らず突撃すべし。とにかく落ち着ける場所が欲しくて。
悪そうな人たちからお城を奪っちゃったけど、いや異世界で予想以上に目立っちゃいました。恥ずかしい。敵将撃ち取ったわ。バカにかかったら、無限転身流始まる。すみません。これは冗談じゃねえか。私俗に襲われちゃうんですか。知らない世界でめちゃくちゃにされちゃうんですね。俗の脅し文句にも余裕の返しか。さすがは異界の英雄だな。では危険だ。急いで追おう。カクンカクンと先ほどからうるさくてすみません。でも当主だから守らなきゃならないんです。息子の直政が成長するまでイイカとカクンを守る、それが当主である私の務めなんです。天心流始まる。悪くないのね。 Not bad. Not bad at all. それまで敵の目を引きつけておく。ここは一度引くしかないか。来てくれて感謝する。あなたには助けられてばかりだ。ドンピシャだぜ。水産無限転身流
破人門。目に焼き付けるとしよう。ナオトラ殿のおかげで道が開けた。さあ仕上げにかかろう。救援、私ごときにすみません。さすがは英雄殿、見事な手並みだ。そんな恥ずかしいです。敵もやるようだね。かわいいし色気もあるし、いいなあ。私もあなたみたいな女の子になりたい。戦闘中に何ブツブツ言っているの？よそ見をしてるとやられるわよ。ぼーっと見とれちゃってごめんなさい。ツンとしてるところも素敵です。ナオトラ殿、はあ、いや、ありがとうございます。
Okay. ありがとうございます。Seems the goddess of war smiles upon me. Eiyu-sama, どうか村を救援してください。各地で民兵が孤立しているようです。早く助けなくては。敵は山賊ではなく。どこかの軍隊のようです。なぜ村を襲うんでしょう。あいつら助けを呼びやがったか。さっさと村を奪っちまうぞ。ですが、我らにもう勝ち目はありません。戦いに出た者たちは一人も帰ってこず、残った者も疲弊して戦う意欲もありません。はこっそりゆっくりやりたいからな。じゃあ敵が来た。隠れよう。でも見つかったらどうすれば。ボタン、危険だ。助けに行かねば。ここなら誰の目も届かないな。お前たち始めるぜ。何を始める気だ。略奪に決まってるだろ。真面目に働くより何倍もいい思いができるからな。誰だお前。帝国軍精鋭分隊隊長有馬はじめだ。ああ、帝国だかなんだか知らねえが、見られた以上生かしてはおけねえ。たとえどこにいようと、悪事を見過ごすことはできない。すごく強いお方に助けられました。村を狙う賊をお一人で食い止めています。
なんと、確かに敵の攻勢が弱まっている。電流殿、どうかその方の援護を。いや、熱戦だ。じゃあ俺が不覚を取るとは。ふざけやがって、やっちまえ。お前たちは賊ではないようだな。少し手伝ってくれ。邪魔をするな。Prepare to die! とはいえ、民の危機は見過ごせぬ。お前たちの目的が民の救援なら、俺も力を貸せ。クソ、新手はなかなか手強いな。こちらも応援を呼ぶ。一時撤退するぞ。賊が仲間を呼びに行ったか。奴らが戻るまでに体勢を立て直せ。No offense. Iza Mayu.常に冷静にな。思う存分やるがいい。何を召さん。見事、よく鍛錬しているようだな。俺が相手になろう。水産行くぞ。倒れるにはまだ早いぞ。わかりました。もう少し頑張ってみます。お前の務めを思い出せ。そうだ、ここで諦めたら村は。俺はまだやれるぞ。この感覚、精鋭分隊を率いていた時を思い出す。まあ俺の部下はもっと頼りがいがあったのな。Prepare to die! お前ら
さっさと片付けるぞ。急がないとあいつらが来ちまう。あれが敵の大将か。多くの兵を率いているようだ。ノッパに村を襲ってんだ。俺がしばき倒してやるから覚悟しろ。見つかっちまった。まずい。伝令、敵軍にも英雄が現れました。どうやら味方同士口論をしている模様。なるほど、何か事情があるのかもしれない。このヤツらだな。うちのアホブカどもが迷惑かけてすまねえ。任せよ。こいつらすぐに連れ戻すからよ。お前らからも気を据えてくれねえか。やったぞ。Well done。 まあ、あやね、少しはやらないよ。申し訳ありませんでした。謝るくらいなら最初からやるなってんだ。帰ったらきつく灸を据えてやるぜ。お前たちには世話かけたな。奪った物資も村に返しといたから許してくれ。ああ、有馬殿、感謝する。いいよ、頼む。うん。分かった。有馬殿。その通りだ。うん。うん。そうだな。いや。
感謝する。わかった。あのさて。そうね。ありがとうございます。ようこそ。またのお越しを。どうなさいますか。神がこの森に入ったきり出てこないとか、無事だといいけど。誰か助けてくれ。任せておけ。そこをどけ。ありがとうございます。民の捜索中に自分も迷ってしまいました。進んでも進んでも同じ場所に戻ってしまって、もうヘトヘトですよ。霧が深い。感覚を研ぎ澄まさないと。ここは森の入り口じゃない。一体どうなってるの。化け物だ。任せよ。霧の壁、何かの術かしら。いずれにせよ先へは進まない方が良さそうね。うん、
りした。こんなに暗くては危なくて進めませんよ。青い花、どうしてこんなところに。敵将討ち取ってごめんなさい。Leave it to me。化け物が分身するのとね。このおかしな森がそうさせるのかしら。確かに声が聞こえたわ。どこなの？
もっと大きな声を出しなさい。てい、いけ、奥義。恥ずかしい。行きます。見事だ。戦いの数だけお前は成長しているな。どうかお助けください。ありがとうございます。もう二度と出られないと思っていました。どこから？こいつら強い。切り抜けられるかしら。今すぐここから去る。美しいお嬢さん、少しだけ君の力を貸して。勇敢なお嬢さん、少し術を強めてみるから時間稼ぎを止めるから。無へと返さない。いいよ、手伝ってあげる。だからお嬢さん呼びはやめて。アリマ、俺は誰に仕掛けてこの森に住んでいる。留守の間に怖い思いをさせてすまなかった。今奴らに暗示をかけているんだが、彼らには俺の術が効きにくいらしい。敵の勢いがなくなったわね。暗示もバカにできないわ。あなたワープみたいなことができるみたいね。だったら味方を外に連れ出してくれる？それは難しいね。敵の強い意志に阻まれている。いるのか。ここでは。恥ずかしい。少しの距離しか移動できないんだ。おや、アニマじゃないか。こんなところで奇遇だね。お前はダリウス、一体何を企んでいる。そんなに敵意をむき出しにしないでほしいな。今回は俺も巻き込まれた側だよ。さあ、お別れだよ。よかった、うまくいったようだね。くそ、なんだこの森は。凶暴な化け物どもめ、どこへ行った。お前たち、なぜこんな怪しいところにいる。さては、化け物の仲間か？森を燃やそうとするなんて、みんなまとめて丸焦げになるっていうの？これは、鬼の仮面の出番かな。お嬢さんたち、また手伝ってくれるかな。You are only one。そいつを捕まえてくれ。俺が暗示をかける。俺の目を見る。さあ、元いた場所に火をつけなさい。こちらの思い通りだ。
が深く劣るとは。 Something about this weird forest suits you。 君も十分怪しいけどね。ま、同じ金髪同士仲良くしよう。待て、森に火をつけろよ。何味方の陣地に火をつけてんだ。任せておけ。いい感じです。敵は大混乱のようだね。そろそろお引き取りいただくとしよう。てめえらよくもやってくれたな。この森はこの世界での安住の地なんだ。それを燃やされては困るからね。見事、よく鍛錬しているようだな。勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。勇者に任せな。その剣の仮面は何なの？ああ、これは鬼の一族に伝わる仮面でね。俺の力を増幅させてくれるんだ。騒がしい連中はようやく帰ってくれたね。君たちの協力のおかげだ。さあ、お嬢さん、帰り道はエスコートしよう。だから、お嬢さんはやめてってば。ねえ、ちょっと、うん、そうだね。ねえ、な、あの、うん、はい、うん、ははどうなさいますか。おお、どうなさいますか。
すまない。俺に気づかなかったか。すまん。気配を消す癖が染みついていてな。もはや性分だ。体はない。